十字は動いたの。日本赤十字社。ねえねえ。これあれですか、なんか座席ですか、あの列車の14系っていう座席のホモモンです。でこれが機関車の EF64 の75系、あの下側の、ああ、うん、おすすめ言ったらもうこの焼きカレーですよね。焼きカレーですね。じゃあこのセットいけますかね。はい、ありがとうございます。でドリンクが、その下からドリンク、ホットコーヒー、アイスコーヒー、ジュースは下のお茶、お茶がちょっと切れてて、はい、これオレンジ、グレープ。ああ、じゃあオレンジで。オレンジ。はい、総額かなりの。まあ、ね、高級車買うか、こっちを買うか。なるほど。こっちを買ったみたいな。なるほど。はい。笑けるでしょ。いや、素晴らしいと思います。はい、って、あの結構鉄道好きなんで。あ、はい。ジオラマもすべてあれですか、全部ご自身でやる。もう全部つけました。一応こっちが倉敷駅。あ、すごいよ。はい、あ、どちら出身なんですか。あ、僕倉敷です。あ、そうなんですか。はい。あのもうわかりますね。あ、わかります。もう倉敷ロータリーとかももうリアルに。ああ。もうここもちょっと開けていきましょうか。あ、すごいです。内部が。これもちょっとリアルです。あ。ね、玉島の商店街。あで、機関地区からのここが、あそこですね。津山の。あ、わらびの。この EF64 の側を取って。いや、こいつだけ本物。ああ、なるほど。うん、それを生かすために、もう、全く同じように。あ、横側のあれですね。そうです、そうです。こっちまでね。あ、ここでね。ありがとうございます。はい、この下にある大きなものっていうのはまた全然、これは HO ゲージってやつですね。ワンサイズ上、この上の、あ、値段高い。この快速のやつってあれですか、関西とかって系のやつ。あ、関西の方ですね。多分221ぐらいかな。225かその辺ぐらいですね。あの横についてるやつですかね。ね、前についてるやつ。はい、おお。ありがとうございます。よく来てくれたあの大ちゃんって言って、今もう高校1年生なんですけど、はい、これとか書いてくれる。ゆっくり登ってください。あ、すみません、失礼します。そこでスリッパ脱いでもらって、はい、はい、で、あのゆっくり行っちゃってください。あ、そんなに踏んでも大丈夫です。あ、いつからですか。あ、スリッパだけそこ脱いでもらって。あ、はい、ゆっくり、はい、すみません。頭と両サイド、はい、ゆっくり行きますけど、はい、おお、よいしょ。あと上上がったら、あの、はい、頭の部分、はい、あ、はい、窓が上がってるんで、あ、はい、よっしゃ。ちょっと失礼します。僕みたいなのが3人乗ってもそこ落ちなかったんで。ああ、ほんですか。ちょっとズームしたらいい感じ。あ、はい。ました。へえ、いい感じじゃないですか、これ。
上登ってちょっとね、まあ、あの望遠レンズで頑張って撮ってみたんですけど、ほんま好きなんですね。結構ね、まあなんていうんですか、なんかいいっすよね。マジっすか。そうなんですよ、結構ね、やっぱりまあ、なんとはなしにね、身近な通勤とかで通学とかね、あれでしたけど、なんかね、その撮ってるうちにね、だんだんなんかその魅力っていうか、あ、やっぱ出てくるっすよね。ね、やっぱその夕日の夕暮れ時とか撮るのもやっぱ景色の一部としてね、やっぱり引き立つんで。あ、ありがとうございます。また来ます。あのちょっと顔入ったりしてるんですけど大丈夫だったです。あ、本当ですか。あ、はい、すいません。あ、いいですか。